こんにちは、店員佐藤です。今日は地元のですね、内回り橋というところに来ました。ここの橋はですね、私が荒川サイクリングロードに行くときによく利用している、橋なんですけども、ここが6月30日で、閉鎖になってしまうということで、最後の姿をですね、動画で撮ってみようかなと思いまして、Vlog カムの ZV-1 これを持って遊びに来ました。橋の最後の姿をこれから記録していきたいと思います。向こうに見えるのが浅川大橋です。数年前にかかった橋なんですが、こちらが、バイパス道路に今つながっていて、これができたことによって内間木橋が役割を果たしたのかもしれません。こちらに見えるのは浅川水門です。これは荒川につながっている水門になります。こちらの方にですね、別の川が、つながっていて、荒川とずっと沿って一緒に流れている川になります。ここは、珍しくでですね、4つの川の分岐点になっています。こうしてですね、歩道と車道を区割っているところがいかにも仮説的なものになっていて、なぜこういうふうな橋が、かかってて仮説的なものになってるんですけど残ってるのかなと思ってましたが、この橋できて40年ぐらいになるそうです。